この時間は映画評論家町山智博さんのアメリカ流れ物。今日は、町山さん出張中ということで、ロサンゼルスからのご出演です。もしもし、町山さん。はい、町山です。よろしくお願いします。お願いします。町山さん、なんでロサンゼルスにいらっしゃるんですか？テレビ番組僕やってますんで、町山智博の、アメリカの今を知るテレビというので、はい、で、ちょっとストリンガーというものの動向取材をしてるんですよ。ストリンガー、うん、ストリンガーというのはね、テレビ局の代わりに取材に行って、まあ、現場撮影をしてそれをテレビ局に売るフリーのなんていうかビデオジャーナリストたちですね。はい、うん、で具体的にはね、まあ、夜テレビ局ってのは動いてないですから、はい、あの彼らが夜に起こった事件を全部カバーするんですよ。うん、で交通事故とか、まあ、大抵犯罪は夜起こりますよね、うん、で警察の無線を傍受しまして、で警察が無線でどこどこで事件が起こってるって言うじゃないですか、はい、銃撃とか、うん、そこに、まあ、どこよりも早く駆けつけてそこでカメラ回して現場の写真じゃないや、ごめんなさい、ビデオを撮って、うん、テレビ局に、まあ、なんていうんですかね、競売にかけさせると、オークションでその映像を売るんですよ。へっていう仕事があって、うん、映画にもなってるんですけど、うん、ナイトクローラーっていうタイトル で、うん、でロサンゼルスだけで成立してて他のところにはいないんですね。へ、やっぱりロサンゼルスはね、うん、犯罪がすごい多いですからね、うん、ギャングがいっぱいいてね、うん、それってやっぱ広いから車で逃げるんですよ、うん、犯人がね、うん、とカーチェイスになるんですよ、はい、でそういうこともあって、あと銃を持ってる人がすごく多いので、銃撃戦も多いので、うん、でこの商売はね、他世界中どこにもないみたいですね。そうですね、まあ、一応ね、夜も放送局一応人はスタンバイしてて、うん、誰か何かあったら行くとはなってますからね。それ専門のって人聞かないですね、うん、確かに。でもそれよりも早く、ね、いち早くってことか。そう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 、テレビ局は、テレビ局は基本的に夜中あんまりアメリカの方動いてないらしくて。あ、そうなんですね。うん、そう、カメラマンとかその人たちに任せて買うんですよ。はい、うん。で、その人たちの車にずっと乗ってですね、警察無線聞きながら、うん、何が起こるかなって待ってるっていう変な仕事でしたよ、今回。はい。で、ここ、結構なんていうか、銃撃あったとか、警察から聞こえるわけです、無線からね。僕は、え、行かないでいいのって言うと、ただ銃撃だろって言って、銃撃なんて日常茶飯事だから5分に1回起こるからいちいち行けねえよって言われた。そう。で、誰かが撃たれて、まあ亡くなったとか、うん、そういう時初めて動くんですよ、彼ら。そうなんだ。で、そう、あとまあ交通事故とかもどのくらいのクラッシュかによって、うん、まあ行ったり行かなかったりするんですけども、うん、ちょうど僕が行った時は、多分車泥棒かなんかがあって、警察のですね、チェイス、追跡が始まったんですね。はい。はい。だからそれはね、すごく同行して、そのカーチェイスに参加できたんですけど、はい。はい。そういうのを、今度僕の番組でやりますんで、うん、はい。でね、そのやってた彼に、そのマーク君という彼になんでこんなことしてんのって聞いたら、もともとはパパラッチというのをやってたそうなんですよ。はい、はい、うん、パパラッチはだから、まあ、セレブですね、スターとかがなんかスキャンダルを起こしたりすると、まあその人の周りにまとわりついてですね、うん、まあ なんだろうな、彼氏と結婚するみたいなことあると二人でいるところを撮ったりとかね、うん、そういうことをして、まあ、週刊誌とかに売るという仕事があって、うん、最初それやってたんですけども、だんだんそのパパラッチブームがなくなってっちゃったらしいんですよ、アメリカで。そう、うん、これはね、一番それを買ってくれるのが、まあ、週刊誌だったんですよね。はいはい、タブロイド紙とかね、うん、それがね、アメリカ滅んじゃったんで、買い手がいなくなっちゃったんですよ、うん、で、まあ、テレビ局にそういう事故とか銃撃戦を売るというね、仕事に切り替えたんですけれども、うん、やっぱりね、セレブとかを追跡するっていうこと自体が あまり良くないことなので。そりゃそうですね、うん、ねえ、うん、でブリトニー・スピアーズさんとかはね、それで追われてるうちにその、まあ、自分の父親から彼女はおかしいっていうふうに
決めつけられてね、うん、個人としての権利を全部失うというね、うん、事態にもなりましたからね。そうです、うん、はい、うん、だから彼はね、そのスターの追っかけみたいなことはね、まあ、もうやめようかなってことでやめたって言ってましたけど、うん、今日紹介する映画はね結構そういう話なんですよ、うん、はい、スペンサーっていうタイトルの映画なんですが、はい、これねスペンサーって言わ何断念と思うわけですけど、はい、これね、イギリスの、まあ、皇太子妃だったダイアナさんいますね、はい、プリンセスダイアナさんの旧姓ですね。はい、うん、結婚する前はスペンサー、ダイアナ・スペンサーだったんですね。そうか、はい、そうね、ダイアナさんといえばもうパパラッチっていうぐらいね。そうなんですよ。でもダイアナさんはね、そのフランスでパパラッチに車で追われてチェイスになって、うん、交通事故で亡くなると、うん、ね、そういう悲劇でしたもんね。ね、1996年にね、うん、36歳で亡くなったんですけども、まあ、そういうこともありましたね、うん、はい、でこの映画スペンサーはね、ダイアナさんが離婚を決めた時のドラマなんですよ、はい、で離婚自体はですね結構後なんですけれども、その離婚しよう、別居しようってことを決めるに至る葛藤を描いています、はい、うん、で、これはですね1991年のクリスマスにそのイギリスの王族の人たちがその一箇所ね集まって暮らさなきゃなんないんですよ毎年。うーん、うん、はい、ロイヤルファミリーがそのエリザベス女王のですね別荘の、サンドリンガムハウスというところに、まあ、みんな集まって、うん、そこで何日間かをその、まあ、クリスマスから、まあ、年明けぐらいまでね一緒に暮らさなきゃなんないという、まあ、伝統がありまして、うん、そこにそのダイアナさんが行かなきゃならない。ただその時すごくダイアナさんは辛くて、っていうのはその旦那さんがね、チャールズ皇太子がその頃まあ有名なんですけども、昔から付き合ってた、女性とのまあ婚外の関係が発覚しましたね、うん、カミラさん、うん、はい、で既に報道されているという状態で、うん、で一緒に暮らしててももう完全に仮面夫婦になっていると、でその状況でエリザベス女王と一緒に暮らさなきゃならないんですよ、うん、これはきついと。そうですね、うん、はい、その何日間かの物語を描いているのはこのスペンサーという映画ですね、うん、はい、でこのまずねこの別荘に行くところが結構きついんですよ、うん、中に入るとですねいきなりね体重計があるんですよ、うんうん、で体重測られるんですよ。なんでなんでと思うんですけど、はい、このクリスマスの間、うん、いっぱいごちそうを食べて幸せだったら体重が増えるはずだと。いやいやいやそう、そう、うん、そういう決まりらしいんですよ。そんな短期間で太れと。じゃあ太れと、うん、だ最低でも3パウンド増やさなきゃいけないっていう決まりがあるらしいんですよ。それは体質にもよるし。そうね、うん、でところがこの時ですねダイナさんはいわゆる拒食症になってるんですよ。あらららら。これ結構報道されたんですけど、まあ、食べてもが吐いちゃうという状態で、うん、だから体重増えないですね、うん、でそうするとやっぱりあなたは幸せじゃない、ね、幸せじゃないのは良くないって言ってもう居場所がなくなっちゃうんですよロイヤルファミリーの間で、でそういうね、まあ、非常に困った、プレッシャーの中で、このクリスマスの日々が始まるんですけれども、うん、まずそのネックレスをするんですね、うん、ダイアナさんが、うん、すごい巨大なパールの真珠のネックレスなんですけど、うん、これと同じネックレスをカミラさんがしてる写真を見たっていうことでどうも同じものをその旦那が両方に送ってたみたいだと。でこのネックレスをしなきゃいけないって言われるんですよ、うん、その食事するときにね、うん、はい、ともうご飯食べる気にならないわけですよ辛くて、うん、でそこで彼女はだんだん幽霊を見始めるんですよ、うん、その幽霊というのはアンブーリンというですね、お妃の幽霊なんですね、うん、でこのまあ、このアン王女というのは非常に有名な人でですね、
イギリスの国王でヘンリー8世という人がいたんですよ。はいはい。で次々と結婚離婚を繰り返してたことで有名で、うん、それまでヘンリー8世まではイギリスは例えばカトリックだったんですよ、うん、あの宗教はね、うん、で離婚するためにカトリックは離婚を許してないんでカトリック教会から離脱していわゆる英国教会というですね、うん、プロテスタントに移行したことは有名な話なんですけども、うん、でそこまでやってつまりそのローマ法王に逆らってまで、うん、前の奥さんと離婚してこのアンブーリンさんと結婚したんですけどヘンリー8世は、うん、すぐ飽きちゃったんですね。うわ、はい、で、そのアンブーリンさんの次女だった女性に手をつけて、で彼女の方を好きになっちゃってところが、まあ、二度もそんな感じで離婚できないわけで、うん、でヘンリー8世は考えたのはこのアンブーリンを殺せばいいんだと思った。もうヘンリー最低だな。最低なんですよこの人ね、うん、でどうしたかというとこのアンブーリンさんが他の男と密通しているという、うん、まあ濡れ衣を着せてでそしてはあの、まあ、自分をね暗殺して亡き者にしようとしているという濡れ衣を着せて、国家反逆罪ということで、このまあ、離婚したいだけの奥さんを、まあ、斬首して首を切って殺しているんですね。はい、それが、まあ、あのかわいそうなアンさんの話なんですけども、うん、ただこのヘンリー8世とアンさんの間に生まれたのがエリザベス1世なんですよ、うん、エリザベス1世というのはそれまでイギリスっていうのは、まあ、ワン・オブ・ゼムのいくつかあるヨーロッパのうちの一つの国だったんですけど、はい、エリザベス1世の時にまあほとんど全世界を支配するという巨大な大英帝国を築いたんですよ。そうですね。そう。偉大な女王。そこもすごく、はい、そう偉大な女王を生んだ人がこのアンさんなんですけども、彼女自身はあの、まあ、夫に首を切られて死んでるんですよね。うん、まあ、ひどい話なんですけど、その例をそのダイアナさんは見るようになるんですよ。うんうん、要するに自分も、ね、嫁にしたけれども、もともと愛がない結婚だったし、うんで他の女はその、まあ、皇太子が好きだから、うん、私も殺されるんじゃないかって妄想に取りつかれていくんですよ。そういうね一種のホラー映画ですね、うん、はい、でシャイニングというホラー映画がありまして、はいはい、あのスティーブン・キングが書いたあの幽霊屋敷ものでですね、巨大なホテルに冬の間ですね雪で閉じ込められているホテルの番をすることになった夫婦がだんだん幽霊に取り憑かれていくという映画なんですけども、うん、それに非常によく似てますねこのスペンサーっていうのは、はい、一種のホラーみたいになってます、はい、でこのアンさんのですね、例を見て自分もそうなるんじゃないかと思ってるうちにですね、だんだんこう拒食症と過食症の繰り返しでですねおかしくなっていくんですけども、うん、ダイアナさんはね、うん、はい、でこのダイアナさんを演じている女優さんがですね、クリステン・スチュワートという、女優さんで、うん、この人はあの若い子にすごく人気がある人なんですけどどうしてかっていうと、トワイライトっていうシリーズの主役だったんですよ、うん、でトワイライトっていうのはその一人の、クリステン・スチュワートを扮する、女性と彼女を愛する吸血鬼と、狼男の、なんか取り合いという三角関係というドラマだったんですね。うん、であのハンサムな吸血鬼とハンサムな狼男の両方からモテモテっていうあのラノベのようなラノベですね聞いてそうですねそのね、はい、設定は、うん、設定はね、うん、でもそれですごい人気が出てただ彼女自身もすごいスキャンダルと、まあ、パパラッチに追われて大変だったんですよ。でその吸血鬼役のヴァンパイア役をやっていたロバート・パティンソンという俳優さんと付き合ってたんですけども、うん、まあ、その別の映画の監督と浮気して別れたとかで、結構スキャンダルの女王みたいになってっちゃったんですよこのクリステン・スチュワートさんは、うん、だから彼女がこのダイアナを演じてるとすごくダブってくるんですね聞いてると本人もいろいろ苦労して、うん、でバイセクシャルだったりしてねこの付き合ってる人があの女性になったりとかしたりクリステン・スチュワートはいろいろと、いろいろとこの人ね面白くてそのほとんどの映画でですね演技してないですねこの人ね
大体同じなんですよ、キャラが。あそう、うん、なんというかですね、非常にその、まあ、例えばこう、一生懸命やらなきゃって感じじゃなくて、え、めんどくせっし、みたいな感じなんですよ。かったるいし、みたいな、うん、ちょっと、ちょっとなんていうか、あの、ヤンキー入ってる感じがね。ああ、そんな、そういうタイプの人がでもダイアナさんをやるんですか？そういうタイプの人なんですよ。だからダイアナさんがやるっていうのは面白いキャスティングなんですよ、すごく。ダイアナさんはほら、どんなに辛くてもしょうがない。ね、もう、ね、しょうがないですよね。うん、王妃に なる人ですからね。それこそ、クイーンになる、ね、うん、ようなとこに、まあ、自分の意思じゃなくて、はめ込まれてしまって、その中で苦しんでた人の役を、こんな、うるせえし、みたいなこと言ってる人がね、女優さんがやるっていうのはすごく面白いんですよ。へね、うん。だからね、時々、クリステン・スチュワートが出てくるんですよ。ほうほう。だから、例えば、この映画の中でダイアナさんは結構ですね、何回かですね、ファックって言うんですよ。それはないよなと思ってたんですけど、言ってたのかもしれないけど、言わないんじゃないみたいなね、そこもあってね、そこも面白いし、うん、あとね、ずっとお付きの人がついて回るんですね、うん、で服もね自分で選べないんですよ、うん、ものすごい数で服持ってるんですけど、うん、この時はこれを着なさい、これ着なさい、これ着なさいってドレッサーがいて、着付け係がいて、うん、で決めてくんで選べないんですね、うん、でまあ私もこんな気持ちじゃないから本当黒着たいみたいな感じなんですけども、黒なんか絶対ダメです、それは人が死んだ時しか着れませんとか言われたりするんですけど、うん、はい、ただね、あんまりあんまりこうその人たち、お付きの人がまとわりつくんでね、クリステン・スチュワートを演じる、ダイアナさんはですね、ちょっと出てってよ、オナニーするんだからって言うんですよ。言わねえだろそれはっていうね、オリジナル、うん、とこもあってね、すごく面白いんですけど、うん、これ日本じゃ作れないよね。そうですね。いや、だってそのポスターの写真だけ見たらすごくダイアナさんっぽい、ね、似てるね、感じに寄せてますもんね。そう、すごく物憂げなね、うん、雰囲気とかがね出てる。でもね、うんうん、そのチラッチラッと出てくるクリステン・シュワート性がすごく面白いんですよ。やめっしみたいな、うん、うぜっしみたいのが出てきててね、面白いんですけど、うん、ただこういう話を日本で作れるかなって思うんですよね。いやこれすごいですよね。だって勝手に想像してるんですよ。そういうことなんですね、うん、だって事実なのかなとかいうふうにも思うところはあるんですけど、彼女が一人きりのシーンがすごく多いんですよ、うん、要するに孤独だから、周りにいっぱいこうたくさんお付きの人とかロイヤルファミリーに囲まれてはいるんですけれども、うん、心はものすごく孤独なわけですよ、うん、ね、で一人になってこうしましたっていうところが何箇所かあるんですけど、ダイアナさんが一人で何かしたかなんて誰も知らないわけですから。そうですね、 ね、だからすげえ想像で膨らましてるんですけど、うん、これはねイギリス独特ですね。うん、例えばねクイーンっていう映画があるんですよ、はい、これはダイアナさんが交通事故で亡くなった後に、そのエリザベス女王が1週間ぐらいその、まあ、なんていうか追悼の意を示さなかったことがあるんですよ、うんうん、そう、それはねその、まあ、ダイアナさんがああいう、まあ、離婚とかでスキャンダルになったんで、彼女が悪いんだ、我慢しなかったから悪いんだみたいに、まあ、女王が思ってて、エリザベス女王がね、うん、でも国民はみんなダイアナさんを、まあ、愛してるから、うん、ね、女王陛下がちゃんと追悼の意を示してくださいとね、うん、言ってその頃の英国のブレア首相が説得するっていうドラマだったんですね。これがクイーンっていう映画だったんですよ、うんうん、それでもその女王が一人でいろいろ考えたりするシーンとかいっぱいあるんですけど、誰も見てないし知らないわけなんだった、ね、全部作ってるわけですよ、それ。しかも今のね女王のね、そう、でもね、だからそういう点でねすごく、まあ、イギリス独特のね、許されるんだ、これが許されるんだっていう開かれた王室というのはこういうものなのかとも思うんですけど、うん、それでも一方でこの間ね、その、まあ、ダイアナさんの息子さんのね、うん、ヘンリー王子の、まあ、奥さんが実際いじめがあったとね、うんうん、
メーガンさんがね、うん、告白したりね、王室離脱っていうことありましたね、まあうん、そういうこと王室結局離脱するってことがあったりしてね、いろいろ考えさせる映画で、ね、今すごく裏でですね、ポップな音楽がかかってますけど、はい、この映画ではこれがかかるところがもうスカッとするシーンなんですよ。音楽がかかるシーンがあるんですか。はい、これはね、あの、僕が欲しいのは奇跡だだっていう歌なんですね、うん、でこれはあの、途中で息子さん2人とダイアナさんが何が欲しい奇跡なのっていうところとこう結びついてくるシーンなんですけども、はい、このシーンは超スカッとするんですが、この曲が流れるところはまさかそんなことねえだろうと思うことをします。ダイアナさんはそれはねえだろうと思うんですけど、それは本当にあったそうなんです。はい、これはぜひ映画をご覧になって見ていただきたいなと思いますけども、うん、はい、ただね、日本もなんか似たようなものじゃないですか。その、まあ、芸能関係の人たちがね、うん、皇室の人を追っかけ回してね、うん、ニューヨークまで追っかけ回して、うん、で、あの旦那がスターウォーズの靴履いたからどうだとか、スターウォーズの靴ぐらい履くよ。そうですよね。スターウォーズの靴履いてるやつに悪いやついねえと思うんですけど、と思うんですけど、それは個人的な意見ですが、はい。でましてや皇室を離脱したのに追っかけ続けて、それ私人に対するね、私人に対するね、うん、完全なそれ違法行為ですからね。いやもう人権の問題になってきますね。人権の問題ですからね、うん、もういい加減にしてほしいと思うんですけど、うん、週刊文春はね、うん、俺連載してるんですけど、うん、本当に連載者の一人として抗議しますよ。もう、うん、ね、眞子さん問題とかもうやめろと思いますが、うんうんうん、はい、ということでいろんなことを考えさせられる映画、スペンサーは来年公開です、うん、はい、はい、そうですね、日本で来年2022年公開予定ということです。はい、です、はい、持山さんありがとうございました。どうもでした。 TBS ラジオ玉結び玉結び